こんにちはテント選です今日今日仕事帰りに中原のブックオフによ,よってまたフィギュアを買いましたので紹介しますいつもただとラブライブのフィギュアラブライブのアニメフィギュアいつも買っていましたが今回はちょっと今日買ったフィギュアはラブライブのフィギュアではありませんので今回紹介し 今日買ったのはこちらです。おね、お願いツイン、アニメ、お願いツインズ、宮藤、みーナ、みーな、みーなちゃんフィギュアを今回、中原、武蔵中原のブックオフでゲットしたものです。まあ本当は500円、ブックオフで500円したものを、今回110、 110円。しかも、しかも490円も安く買えたっていうの、いうの、いう感じです。今日買ったお願い、お願いツインズのみ、宮藤、宮藤、ミーナの ミーナのフィギュアは、まあ、クリスマスのホワ,ホワイト、クリスマスのホワイト服の服装をした感じで、まあ、もうすでに見えるけど、こんな感じになっています。で、前がこんな感じ。後ろがこう。で、全、全客色のフィギュアが乗ってて、で、クリスマスパージョンでこんな感じ。もう もう今年ももうすぐで2ヶ月したらもうすぐでクリスマスですねっていう感じです。まあ。まあ今日、今日レアなフィギュアを買えてよかったですね。買ってよかったです。では早速開封いたします。箱 で開封する前にこ,んこういうのが入っていたうん宮藤美奈ちゃんのフィギュアもこん,こんなセーラー服ですので可愛いですねちなみに宮藤優奈にあ宮藤美ーちゃんという女の子は中原舞がこれを演じてたようですでこれを演じこれを切っておー結構重たいこんな感じです 台座も台座も開けたら台座はこんな感じです先ほど開封したらセット内容を,をセット内容としては台座はこんな感じです でお人形さんの宮淵美奈ちゃんのフィギュアはこんな感じおかわいいですね見たことはないけどかわいいですねこんな感じですやっぱりレアなフィギュアだから買ってよかったって思っていますこれをこのまま載せるのせればいいのかなっていう感じででこれこういう説明書もあってこう宮淵優奈ちゃんはちなみに中原舞が 中原みえさんが声を演じていたようです。中原みえと言ったら、く、倉奈とでもこの古川カな、ぎさ、まあ岡崎なぎさでも声を出し、声を演じてて、で今回ゲットしたお願いツインズでの宮藤美優ちゃん、美優ちゃんもこれもこちらも中原みえ。でそのほか中原みえはミルモテボンで 南エデカエデあと青春ダボコミで雪きののお姉さん雪の下羽のちゃんやあとガールフレンドな,などにも出演してたあとはーいわかりましたで今回はこのお願いツインズの宮下 ゆうなちゃんのフィギュアをゲットしたっていう今日の開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。